はいどうも皆さんこんにちは、サオでございます。今回はですね、さらっとした動画になっておりますのでね、すぐ終わると思います。今頃多分僕はね、焼肉食いに行ってで、そろそろ皆さんね、総合値伸び悩み始めたと思うんですけど、防具をね軽視してる人多くないですかっていうね。昨日の生放送でも言ったんですが、防具のね上がり幅はかなりありますね。ということで、防具の大切さを知ってもらいましょう。ということで、人のこと言えんのかって感じで、全部 A に固めて、一個だけ進化してねえぞ、バカ野郎って感じなんですけど、ちょっと、録画ソフトが調子悪いですが、ですね、比較してもらいましょう。このドレスじゃねえや。こちら、ね、髪飾り785、530。武器から外す。外さなくていいや。こちら、557、386。とりあえず、B を、限界まで上げてしまっても、557、386ということはね、800ぐらいね、900ぐらいか。900ぐらいは、総合値にね、反映されるってことですね。で、かつ、進化させていくと785、530、またね、ここでね、400ぐらいの差がね、生まれまして、S にしたらまたね、200ぐらい加算されていくと思うので、1000弱ぐらいか、これ、物理防御か。ってなると、かなり変わってきますね。5000ぐらい、防具上げるだけで。って思うので、防具は必ずね、育成するようにしましょう。ってなんですが、防具についてなんですけど、防具はですね、共闘じゃない。ストーリーのね、ドロップから見ることできますね。ちょうど、取れますね。ここで見れますね。なんですが、こちらの処女の方はですね、近接戦闘型、戦闘職の方ですね、に恩恵がある武器となっております。で、なんでかというと、こちらですね。長江の、ちょっと読めないですけど、火の塊。火属性の超越のスキル効果が上昇する。こちらですね、攻撃色のスキルがね、上昇する効果がございます。しかもね、スキル上げもできますね、ここで。なので、こちらは、近接色とか、ガンナーとかパラディンとかもそうなんですけど、攻撃色の方でね、メインに育ててる方はね、先に育てるべきだと思います。御所が終わりますとね、増編が解禁されます。で、解禁されてね、ここでも司女の防具ってものがね、落ちます。司女のドレス、古女のドレスなのかな、司女のドレスが落ちます。で、こちらがですね、魔女のスキル効果が上昇する。で、こっちはサポート職の方の防具シリーズになってます。なので、そういう風に差別化されてますね。でですね、補助の方はこちら先に育てる。でも、処女の方が先に手に入るか、処女の方を育ててから、こっち行ってもらってって感じか。で、結局どっちも育てなきゃいけないんですけど、なぜかというとね、サブ装備があるじゃないですか。サブ装備で結局装備しなきゃいけないので、順序はあるけど、育成しなくていい方はないので、はい。職をね、自分が力入れてる職に合わせて防具をね、育成してもらったらいいかなと思います。それでですね、メダル交換でね、チャームメダルの方でも、こちらですね、悲哀のドレス、悲哀の髪飾りっていう悲哀シリーズがございます。で、悲哀シリーズはですね、見れるかな？悲哀シリーズはこちらね、こっちもね、攻撃職のスキルがついていますので、いずれは、攻撃職の方はね、このチャームメダルでね、この防具取ってみてはいかがでしょうかっていう話ですね。でね、現在武器じゃない、防具は、これしかないので、これを育てていくっていうのがいいかなと思います。総合値上げにもね、非常に関わりますので、防具はあまりね、そろそろ軽視しなくてはいいかなと思います。先に武器は武器なんですけど、あとね、46000からもうきついです。これ全部マックスになっちゃったんで、あとは進化と、ログインボーナスの SS 武器待ちですね。ガチャが全く出ないので、もうかなり失望してますね。で、今度のイベントでナイトメアとかがね、
多分配布される。かつあとはシンデレラのね新ジョブクラッシャーなんですけど来ますね。あとはあシンデレラじゃない、スノーホワイトのね新ジョブが、クラッシャーで、シンデレラの新ジョブがねソーサラーになってますね。ソーサラーはもらえそうなんですけど、まあそれでも総合値上げられますので、まあ、今はちょっと防具ね、武器終わったら防具やっていきましょう。というね、簡単なお話でした。まあ、ナイトアメアの方はね、現在ね、こう、なんだろうな、ショップでね、素材、強化の石板みたいのがもらえるんですけど、あんまり交換はお勧めしたくないので、ナイトアメアは一旦放置でいいかなって思います。まあ、手っ取り早くね、4万乗りたい人は、武器をね、平均的に上げて、防具にもね、手出してみたらいいと思いますね。僕もね、この防具の方はまだ上がり幅ありますし、造編の方はまだやってないので、サブ防具もね、まだ入れてない状態ですね。まあ、もうちょい上げられるかなと思いますけど、このペースでいくと5万がこれガチャ引かないでのギリなのかなってはちょっと思いますね。という動画でした。まあ編集も少なかったと思うんですけど、はい、ご視聴ありがとうございました。